楓とは、ムクロジカカエデ属の落葉高木の総称。日本に自生しているカエデの種類は26種類に上るとされている。名前の由来は、葉の形がカエルの手、エビデに似ていることから、呼び方を略して、楓となった。もみじとも呼ばれるが、その場合は、様々な樹木の紅葉を総称している場合もある。童謡などでめでられるものはそれである。赤、黄、緑など様々な色合いを持つため、童謡では色を錦と表現している。また、英語圏では一般に、メープルと称する。落葉前の紅葉をおよそ128種存在し、その多くはアジアに自生している。他にヨーロッパ、北アフリカ、北アメリカに存在する。南半球に自生するものは、ダダープティの木一種のみである。日本の楓として代表されるのは、イロハモミジである。福島県以南の山野に自生しているほか、古くから栽培も行われている。園芸種として、複数の栽培品種があり、葉が緑色から赤に紅葉するものや最初から紫色に近い葉を持ったものもある。一般に高木になる。落葉樹が多く落葉紅葉樹林の葉は耐性し、葉の形は手のひら状に切れ込んだものが多く、楓の和名もこれに由来する。しかし、産出複葉や単葉のものもある。花は風媒花で、花弁は目立たなく小さい。果実は、変翼の翼科が2つずつ、種子側で密着した姿でつく。脱落するときは、空気の抵抗を受けて回転し、滞空時間を稼いで風に運ばれやすくなっている。うどんこ病になった葉の電子顕微鏡画像うどんこ病になることがある。また、アブラムシやイラガ、カミキリムシといった虫に利用されている。カナダの国旗カエデの名称の由来は、葉がカエルの手に似ていることから、カエルデと呼ばれ、それが転化したものとされている。日本ではカエデを通例、風と書くが、中国ではカエデに、石の字を当て、風は、満作家の風を指す。風とカエデは、葉の形が似ているが、カエデの葉は耐性、風の葉は、互生につき、異なる植物である。かつては、カエデシナの木には、石が用いられていたが、この字は常用漢字に含まれず、代わって風が当てられることが多くなった。風は日本人の人名としても用いられることが多い。古くから使われており、源平合戦で活躍した佐藤嗣信の妻の名が楓であったと伝わっている。主に女性名であるが、男性にも名付けられることがある。カナダの国旗は佐藤楓の葉をデザインしたものである。楓の盆栽楓の一枚盤テーブル日本では、鮮やかな紅葉が鑑賞の対象とされ、庭木、盆栽に利用するために、種の選抜及び品種改良が行われた。諸外国では、木材や砂糖の採取、薬用に利用されるのみであったが、明治時代以後に西洋に日本の楓が紹介されると、ガーデニング素材として人気を博し、西洋の美意識による品種も作られ、日本に西洋楓として逆輸入されている。佐藤楓と言われる種は樹液が甘いので、これを採集し煮詰めてメープルシロップを作ることで知られている。稀なケースとしては、愛知県の香蘭渓で落葉した楓の葉を1年間塩漬けにして、アク抜きをしたものを天ぷらにして食すことがある。香蘭渓の場合は砂糖を入れた衣にくぐらせてあげる。その他、大阪府箕面市でも楓の葉に甘い衣をつけてあげたものが土産品として売られている。ただし、ここで使われている楓は食用に栽培された特殊なもので自然のものではない。さらに、香蘭渓と同じような下処理をしている。目薬の木は、組成分のロドデノールが多く含まれている。また、古来より、漢方薬として利用されており、葉や樹皮を煎じて飲用したり洗顔薬にしていたので、この名前がついている。なお、産地に自生している。スパルト材の部分界では木材として用いられ、国産のものは風材、西洋から輸入されたものはメープル材と呼ばれて流通することが多い。また、ヨーロッパ産のメープル材は、シカモアメープル、北アメリカ産のメープル材は、品種によってハードメープルとソフトメープルに区別される。ハードメープルはソフトメープルよりも 25% 硬いとされる。ありがとうございます。